ミッションは選択だよね。レッドガン部隊迎撃へ、ベスパー部隊復撃へ。おい、マジかよ。選べってか、俺に。うわぁ、厳しいね、これ。まあ、その前にちょっと、アリーナ行っときますか。キング。何者？コーラル反応再検出と前後して、ルビコン入りした独立傭兵。あ、ブランチか。シャルトルーズと同じくブランチの一員とみなされており、ステーション31襲撃計画では、強襲艦隊に対する短期陽動になったと言われている。ブランチは入れ替わり続ける4人組からなり、キングは今の1人目であるという。3人目、4人目がわからないか。キング、クラウンだな。アスタークラウン、やりますか。お前強いんか。お前俺の、ビームトッツキと、リアルトッツキ、耐えられんのか。なかなかいかついね。ここから突起戦力の一人。最初の対象は AC アスタークラウン。アスタークラウン、機体めっちゃかっけえ。四脚だ。色もこだわってるな。キングよ。お前が何者か知らんが、ただ壊すのみ。よし、行こう。バリア張ってんね。まあ、無駄ですがね。よし。なかなかやるね。バリアを張って。これをどうにかしようってか。俺のとっつきは火を吹く。痛い。姿勢が、姿勢制御は崩れる。はい、ビーム。意外と当たるね、これ。意外と当たっちゃ世話ないよ、それ。俺は地上で攻め続ける。痛い。お前、アサルトアーマーやるんかい。だったら俺もう、俺、飛び込め。よし。そして、この近距離なら当たる。ファイルバンカー。キング、破壊。この程度か、キング。そんなに強くねえよ。マジで、今んとこ最強は俺から1分2分、隠れて逃げ回ったあいつです。やつが最強。エンブレムかっこいいね。みんなエンブレムかっこいいわ。センスある。でも、ここに並べば俺の EV もかわいい。かっこよく見えるかな。おしゃれに見えるかもしれん。さて、ガンズワン、ミシガン。これ楽しみだなぁ。2番手か。もしかしたら戦うかもしれない存在。ベイラムグループ専属 AC 部隊、レッドガンの総長。ファーロン武装船団の指揮官を経て、レッドガン総長となったミシガンは、徹底して容赦のないことで知られ、歩く地獄として敵味方両陣営から恐れられている。彼はベイラムのバウンティーボードに自らを登録しており、死亡時懸賞金の半分は、フルス・ファーロンの同僚たちが受け取る契約になっているんだという。フルス・ファーロン。武装船団。最初の仲間たちを思っているんだ。義の人だな。だが、怖そう。悪いが、譲れないな。戦闘技能検証プログラム。お、ミサイルに？左手なんだ、あれ。見たことない。うわ、ガトリング持ってる。厄介。この世界、ガトリング最強疑惑あるからな。今んとこマジでガトリングいい。ただ、長いミッションは、弾切れになっちゃう。それだけがちょっと弱みかな。短期戦だったら絶対もう適当に撃てるから。雑に撃てるから最強です。わお、いきなりミサイル。まあこれで、ちょっと、お見舞いして、お迎えして、で、一気に近づいて、おらおらからの、はい、決まってないと。これで、ファイルバンカー！ふぅ！最高だぜ。やばいぜ。やばいぜ。ちょっと勘弁してくれないか。でも、かなりゴリ押しすぎるだろう、それは。ゴリ押しがすぎるだろう、よい。さすがに？やべ、ファイルめっちゃ決まるんだけど。そうですね、ありがとう、オペレーターさん。勝つよ、俺は。最強になる。そしてあなたを迎えに行こう。26秒。今までで最速の可能性がある。ちょっとこの構成、マジで、見えたかもしれないな、すべてが。さあ、ラストいきますか。ランク1、S。ベスパー1、フロイト。ロックスミス。いや、ちょっと待った、これ。これさ、ちょっと、ちゃんと見よう。アーキバスグループ強化人間部隊、ベスパーの首席隊長。フロイトはアイランド4の動乱において、作戦成功率 94.7% を記録した機大のエースパイロットであり、スネイル同様の調整を重ねているに違いないと周囲から見なされている。しかし実際のフロイトは AC を狩ることを楽しみ、日々の小さな上達を積み上げ続けたただの人間である。え？何こいつ？ただの人間？嘘だろ。
いやー、なんか腕のさ、エンブレムがさ、まさにハンドラーウォルターとさ、対になってるなと思って。もしかしたらって今思ったんだけど。戦ってみるか。ハンドラーウォルターはさ、手を下に向けて、技能で、ま検る証プで、ログラム、こう、アリーナ。なんていうの、これリーよドをり持つよう最な、終検証を縄開始でしくます。くられつつも、現飼い犬の在の対さ、象はその紐、AC ロックスミ携ス。えてさ、識別名それから解ウェス放さパーれてる。マンフロイト。そして専用検の証 BGM をが来る。開始します。フロイト、お前。ベスパー1の存在はまだ確認していない。ベスパー2までだ。やるか。いきなり蹴ってきやがった。なかなかやるじゃないか。だがこれでお迎えいたす。おら、剥がしていけ。そんなもの俺には効かねえ。いや、聞いてる聞いてる聞いてる。だいぶ聞いてる、だいぶ聞いてる。だいぶ聞いてる。近づけ。よし、来た。終わりだ。弱っ。ミスりました。完全にミスった、今。完全にミスった。一旦これで、近づいて、ファイルでした。ごめんなさい。ファイルでした。空中取りたいな。なかなかやるね、彼。ちょっと鬱陶しいわ。アサルトアーマー。これで、はい、当たる。一気に近づいて、ドン、ドン、終わり。この程度か。おい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 、ここまでの方が強い奴らいっぱいいたぞ。ただ俺が強いだけか、俺は。最強を倒してしまう。なんだ？目標の撃破を確認。え？これ、シミュレーションじゃない？これで全いてのや、シミュレー検証ションはだよな、完これ了とは。なります。最後までお疲れ様でした。ありがとうございました。検証完了。ベスパー1フロイト。なんだこのパーツ。いや、このエンブレム気になるわ。対になってる気がすんだよな。元ベスパーとかかな。ハンドラーウォルター。あり得る。全ランク帯の踏破おめでとうございます。ありがとうございます。仮想戦闘シミュレーションとはいえ、とはいえあなね。たは登録傭兵 とのはい頂点え。に君臨しました。めっちゃ喜ばしい機会声しがあてる。れば今度は我々の技術進歩にご協力ください。なんだそれは。オールマインドは全ての傭兵のためにあります。なんか感情こもってない？歓迎してるよ。新たな何かを、実験をする。その 手助けになってるというか、そのための存在になりつつある俺は。武器は増えてないと。あ、増えてた。これか。くっそやそう、これ。え、このボディ良くない？何これ。めっちゃいい。買っちゃおう。衝動買い。これもらったんだ。いやー、なんかもらったら一回使わなきゃいけなくなるじゃん。あ、でもこれ敵機に追従するって書いてる。マジか。一個持ってく？一個持ってっか。はい。騙されてないよな。腕もちょっと近接特化のやつとか買っとこうか。マジでお金余ってるから買いまくろ。豪遊。近接特化があるし。これか。悪くないな。え、悪くなくね？これ。そもそもの性能が。これマジ強え。これと、これ買っとくか。今俺結局近接めちゃくちゃ使ってるから、そこを活かすかどうかって話になってる。これはもう、全体の性能が割といい。え、これフィジカルギフテッドすぎね、これ。強いだろ。ちょっと一回、テスト。ほら！このちょっとオムナイトから、オムナイトから射出。強えの？お前。お前強いんか？信じていいのか？来た！ビャンビャンビャン！めっちゃ避けんじゃん。いや、短いな。短いな、ちょっと。このファンネル。ちょっと待って、火力、そっか。そうだ。アセンで、近接でどれぐらい増してるか、強くなってるか見よう。とっつきで。いきますよ。え、5000ぐらい減った？半分減ったな。で、これでワンブ、弱弱、他強強にして、これで、ドン。うわ、全然違うわ。マジ？これ 1.5 倍ぐらい違う、多分。今この近接最強にしてるんですけど、で、射撃武器適正53なんだけど、まあ、性能的にこれも強いんですけど、多分これとあんま変わんないんだよな、射撃。どうしよう、ちょっと待って、左手、ショットガンとかどうだ？これだと変わんねえんだよな。700。射撃強めのやつにする？あれ？これ射撃強強という弱いはあんま変わんねえな。これ射撃武器適正もうこの80の時点大して変わんないかもしんないな。
ちょっと変化が分かりません。いやむしろこれの変化が著しいわ。これマックスにした方が絶対強いわ。で、このオムナイトさんなぁ、弱えなぁ。てかもうなんか固定化されてるけど、スタンニードルマジで強いよ。スタンニードル破壊的すぎるマジで。正直ミサイルとか撃っててもあんま実感しないんだけど、これはね、実感するわ。強さを。やばさを。レーザーランスにショットガンでいいんですよ。もうこれが俺の最強。これが俺の最強だ。いろいろ試す時間終わったかもしれん。にしてもこれか。ひとまず話を聞こう。両方とも。レッドガン部隊迎撃から話を聞きます。まずは話だけ。誰がこのミッションを渡してくれるか。ほら、このエンブレム。飼いの手綱を握ってるっていうことかな。シュナイダーからなんだ、これ。まず、ウォッチポイントアルファにおけるアーキバスとベイラムの戦力状況をお伝えしましょう。すでに戦ってんだな。先走り突入したベイラム部隊は防衛兵器による損耗で離反者も相次いでおり、うん、直近で発生した我が方との交戦においても敗走を続けています。ベスパー、しかし結構やってんだ。レッドガン総長、ガンズワン、ミシガン、ミシガンと戦いたくねえ。調整を終えた蒸気ライガーテイルが主力 MT 部隊を従えて投入されるとの情報があります。恐ろしいな。そこで機関にはこれを迎撃し、ベイラムを再起不能に至らしめていただきたい。なお、受諾なき場合はベスパー第4隊長がこれを代行することが決定されています。ブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。ベスパーは、これさ、ラスティってこと？戦うってこと？ラスティと。ってことだよね。こっちルビコン解放戦線なんだ。こっちがエアルートってこと？早速だが、仕事の説明をさせてもらう。ミドルフラットウェル。企業勢力の筆頭、アーキバスは、封鎖機構の技術を取り込み、優位にあるとはいえ、終わらない勢力争いに消耗し、実態は疲弊している。今こそ奴らの重要戦力を削ぐ好機だ。ベスパー。目標はベスパー部隊。番号付き2名の排除。うわぁ。協力してもらいたい。対象は秘書部門の責任者、ベスパー5ホーキンス。バージル・ホーキンス。そしてその補佐官、ベスパー8ペイターだ。ペイターか。真の2の探査任務についている奴らを、情報工作により呼び寄せ、これを奇襲する。本作戦では領域として私がお前につこう。なんだと？歴戦の勇士と共に戦える好機でもある。独立傭兵レイブ、色良い返事を期待している。くぅ、うわぁ、ちょっとこれは考えさせてほしい。これは考えさせてくれ。強いて言うなら、こいつらに何の思い出もねえ。バジル・ホーキンスもペイターも。待って、どんな人だっけ？人となりをチェックしよう。戦闘強化、ペイター。バジル・ホーキンスは、まあでも悲しみだよな。違う、さっき俺、そっか。こっちのミッション受けなかったら、ラスティが受けるって話になってんだよね。ラスティに依頼するっていう。ってことは、こっちだとラスティとも戦う可能性があるってことか。なるほど。よし、決めたよ。俺は、レッドガンと戦う。やろうぜミシガン。そしてウォルター、お前の真意を確かめてくれ。お前が何を求め何をしようとしているのか今わからないが、この先を見てお前のその心の内を見に行こう。さあ来い、レッドガン、お前たちを殲滅する。ただそれだけの存在でいい。よし、来ますね。さあどんどん来い。ミシガン、お前と戦いたいんだ。舐めてるだと？ここにいるのは最強だ。ミシガン、そうだ、ライガーテイル、誰だ？いつでも逃げる準備をしている。くそ。
けえかっけえよ。おら、だからこそ倒す。認めている認めてくれてるよ。お前たち見しがん敵だが、お前のことは嫌いじゃないよ。だからこそ倒す。だからこそ俺はお前を倒してあげるよ。最後の戦いをしよう。最後の戦いをしようじゃないか。全然これ使ってねえ。ミシガン。ダメだ。こいつ、関われば関わるほど、俺はこいつのことを嫌いになれん。好きになってしまう。ほら、潰す。ほら、なかなかしぶといな。なんだこの部隊多すぎる。それだけ、それほどにミシガンを慕う人間は多いということか。おら、逃がさねえ。ちょ、逃がさないで。どんどん。そしてショットガン。イエー、回復。なんか上に鬱陶しいのさっきからいんな。お前ら邪魔なんだよ。ちょっと待って、俺まずいかも。これ弾薬足りるか。ちょっとショットガン多めでいく。ショットガン多めでいきます。うぜえ、潰れろ。本命来たか。分かっている。全力で戦う。それだけだ。ほら、ドーン。そしてくっ、なんだこの弾幕は。やばすぎるな。だが破壊する。おい、もう追い切れねえよ。メッセージが、ミシガン来たか、ついに。うわ、この弾幕がやばすぎるぜ。待って、とりあえずお前らを始末する。邪魔なんだよ。ちょっとやべ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 。お前がミシガンかだな。そうだな。ちょっとこれは周りがやばすぎる。周りがマジでやべえ。邪魔を排除して第5波。え、無理なんだか、これきつすぎ。おい、これやばすぎるぞ。よし、しっかりロックオンして、ドン。いや、もう40超えた。おい、倒せねえ倒せねえ。これ無理だ、無理すぎ。ガチで、いや、侮っていた。これ無理だ。やばすぎんだろ、これ。仲間思い。これ、ちょっとどうだろう。汗だな。きつくね、これ。ショットガン、いや、ショットガンは悪くない。ショットガンが悪いんじゃない。俺が悪い。やばい、どうするこれ。タンクいけるか。タンクはいけるか。近接を巻き込む系にするか。あと近づけないけど、ショットガンは悪くないな。君どうなん？君か、ネックは。いや、これで行ってみるか、ちょっと。難しい、これ。なんか攻めすぎるのも良くないな。かなりこれは、しっかりと、敵を見て、まあ、こうだね、これ。ロックオンというか、ショットガンうまく使っていかないと。多分も無理だぞ、これ。でもピッピってなってるやつを処理する。さて、ガンズワンが来た。ここ引くか、一旦。こうやって逃げ回りながら、そう、地形を使っていく。地形を使って逃げ回りながら、よし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 。ブレード使えてね。ブレードが活かせてないな。ミサイルとかの方がいいか、これ。これ下にいんのダメだ。まだ来そう。打ち止めでしょうかってフラグだよ、これ。あぶね。あー、死んだ。あー、死んだ、死んだ、死んだ。うわー、ちょっと見えたか。ちょっと見えたな。あれ、ガトリングなくなってるわ。
弾が持たねえ。で、ブレード使ってる暇ない。そこまで分かった。お前いや、まさかな、まさか。そんなわけはない。そんなはずはない。普通に肩で使える武器持ってく？ちょ、一回、これは、買い物し直しでもいいな。ある程度範囲に行けるやつ。マジこれっすか？ありそう。全然あり得るわ。これか。やっぱ単体で撃てた方がいいよな。で、ガトリングね、撃ちすぎて持たん。これもしかしたらだけど、ダブルショットガンでもいいかもしれん。ショットガンが相手一撃で落とせるから、それを有効活用する。で、君なんだよな。スタンニードルランチャーさん、君、もしかしてちょっと厳しい。一旦ダブル。ダブルエネルギータンク。DE。DE でいきます。DE。ちょっと一旦テスト。テストは欠かさずに。もっとね、コンスタントに、もっとラフにね、R2、てか R1 打ちたい。これ、まあ、一回行ってみるか。死んでもいいよ。死んでもいい。だから僕に勇気をください。このアセンブルで、ちょっとやって、やり遂げてみせるよ。やれたらこれは、いいセンスだと言ってほしい。ダブルショットガンはね、間違いなくありだよ。絶対いいと思う。はい。とりあえずこれで。これで様子見。ほら。これ自体は悪くない。バーン。いいね。これ自体は悪くないんだよ。あとは、あと良くないのは、このふわふわ漂ってるこいつらを処理して、そして、R1 を撃つと。R1 で処理できるわ。だから1体見つけたら、これで見つけて、そっちだ。これで。どうだい？おお、いいね。ボーン。なんか落ち着いて撃てるわ。ガトリング、忙しかったもんな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。両手いいな。両手。両手何がいいって。撃って、撃って、ができる。で、こういう高い位置には、これで、処理しちゃう。わー！最適。最適化してるわ、これ。やべ、最適か。え、最適化してるこれ。もしかして。いい。落ち着いてる。めちゃくちゃ落ち着いてる。これでいい。ほら、パルスガンだ。レーザーガン。いてて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 て。避けるしかない、避けるしかない。うわぁ！いや、攻めて、攻めて。攻めて、お前を一回倒す。ああ。きっち。あ、これそっか、マルチロック対応してんのか。そっか、そういう使い方あるな。マルチロックだ。そうだ。マルチロック使おう。複数的に相手に対して、丁寧にマルチロックを使う。使える。そっか、そうだね。飛んでる敵はこれだね。間違いねえ。間違いねえわ。いった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 。この野郎。潰す。おい。おい。見えたな、攻略法。てか忘れてたな。で、ここで来るでしょ。よし、こいつらは、これ。いいロックオンしてんね。なんだてめえ。二人死ね。逃亡に死ね、二人で。いいよ。見えてきたよ。戦い方が。第三波。無駄。来いよ、来てみろ。来てから潰してやるよ。よし。オッケー、ナイス。これで、ロックオン複数かけて、潰していく。これでいい、これでいい、これでいい。めっちゃこれいい。めっちゃこれいいよ。ほら、当たれ当たれ、当たれ当たれ。多分当たってくれ。よし、複数ヒット。で、やつはこれを打って、
今の避けたかったな。一人かわしていけ、無理だ。ひとまずこれで多重ロックオンしながら周りを始末していって、おし、処理できてね。本当にこれはロックオンちゃんとできてんのか、精度が悪いからか。逃げろ逃げろ逃げろ。で、周りの敵を見つけたら撃つと。来てみろ来てみろ、ほら。第5波が厄介。一旦やべ、くそリペアだ。騙すで、よし、あとちょっとよし、ミシンが倒した。かっけえな、ミシガン。終わんないのか、ミシガン倒しても。意志を継ぐか。意志を継いでいる。これは強いぞ。やばすぎる、これは強い。絶対に強い。最後の意志を継いだ。やばそうなのいる。逃げろ逃げろ逃げろ。あいつやべえな、あいつが。こいつ一気に攻め立てれば、あと終わりか。し、オッケー。まだいる。よし、終わったか。まだいる。やってね。よっしゃ、終わった。やばすぎ。ミシガンとその思いを紡ぐ人たち、なんて強さだ。半端じゃなかった。この最適解を見つけなければ勝てなかったかもしれん。ダブルショットガンマジで落ち着いて撃てていいわ。ダブルガトリングはね、たまなくなる。で、この電磁攻撃、両肩が本当にいい味出してる。これが強かった。反動なしであれだけの威力と敵を止める力、これマジで強かったわ。壊滅させるまでになるとはな。お前は仕事をした。ミシガンもそれは分かっている。ミシガン、お前、コーラル自体が人の死そのものではないのか。いや、レイブ、私たちは争いの火種でしかありえないのでしょうか。犠牲なき世界などありはしないんだよ、いや。我々は血の海に灰を浮かべた地獄の名を仮に世界と呼んでいるのだから。ミッション、未踏領域探査。未踏領域の探査及び
追跡者の排除。なんだこれ。もうあの敵 AC 撃破ってあるから、その追跡者が AC ってことは分かってるんですけど。いやもうちょっとレッドガンのさ、家族だよ。彼らは、ミシガンが親となって、皆に全てを与えていたんだ。人としての営みを。それを俺は破壊した。この地獄の上で。コーラルは、人の死を呼ぶ。数値を見るとこのスタンバトンも強そうに見えんだけどね。数値を見るとね。まあ、数値は信じるに値する。まあ、つっても左手は、あの、エネルギートッツキにしていこうとは思ってますけどね。一応確認。あ、てか待って、オムナイトつけてるわ。対 AC だったらこれも使えるんじゃない？これで翻弄する。まあ、これがね、これがあまりにも強いからね。あ、溜めると微妙。おお、はぜた。スタンさせる能力が高い。ああ、でも強そうに見えるな。で、こういう使い方もできると。強いかな。なんか強そうには思えるね。強そうに思えるけど、いやー、さすがにこっちだな。それではミッション、未踏領域探査行きましょう。どうやら敵 AC がいるっぽいので、今回その AC 対策にファンネルも持っていくって感じで行きましょう。仕事を再開しよう。行きましょうか、ハンドラ・ウォルター。その先を見るってこと？からは先行調査を継続しろとの依頼が一つ。そしてもう一つ、新たな依頼が来ている。もう一つ？先行調査要員、レイブンに通達します。スネイル？あなたの進行してきたルートを密かに追跡している機体があるとの情報を得ました。何やつ？コーラル調査においては、企業の要請に基づかない独断での突入は許容されない。傭兵ってことか。速やかに抹殺するように。なんだあの羽。こういうことだ。コーラルが関わると死人が増える。誰だ。あ、カーラの背中ありそうだな。でもカーラもさ、友人のこと知ってる。で、死んだでしょ、ハイカブリ。ワンチャン声を聞いてる可能性はある。あ、ラスティーありそうだな。ラスティーのね、ちょっとまだ目的がわからない。単純に。それが理由。まあ、ここで戦うってなるとまだ戦ってない存在だよね。カーラ怪しいな。まだワンチャンナンバーナインもあるか、ラスティ。え？何？ってなるとカーラが怪しいか。独立傭兵ってなるとその、キングの可能性もあるな。まだ出てきてないもんね。奴らの存在がまだ、何とも言えないっていうか。さて、敵は特にいないのかな、これは。もう完全に俺対 AC 用に仕上げちゃったんだけど。いいですかね。対 AC 用に完全に仕上がってますけど、いいんですかね。アセンしていいですか。もし戦うんだとしたら、アセン、組み直しの機会は、できれば直前に欲しいですが。敵いそう、普通に。え？何？これ多分もう、聞こえないかな、多分これ。ハンドラ・ウォルター。通信できないかもね。となると怪しいな。未踏領域採用。さすがにさ、無人兵器、いるね。ミールワン？やば。何コーラル反応って。ちょっと食らってるし。ミールワーム？なんか、待って、ミールワームが育たないって言ってたの、そういえば。コーラルがないと。そのミールワーム。何ミールワームってじゃ。何やつ？これコーラルが。鬱陶しい。めんどくせえ、消えろ。コーラルによって育つ、機械生命体？機械を媒体、ちょ、いいのがある。なんかいいのがあります。鬱陶しいな。一旦消えてくれ。鬱陶しい時はええ。エフェメラだ。エフェメラ装備。何ミールワームってさ、なんかくるくる言ってない？あ、これ、アサルトアーマーの、なんかあれか、クールタイムみたいなやつか。そんなくるくる回ってダセー感じだったんだ。知らんかった。敵いるかね。まだいないか。
でも普通にミールワームがいるからね。博士曰くミールワームが育たないだっけ。違う、博士、井戸の、確かアーカイブだったかな。井戸、つまりあの、ルビコンの井戸ですよね。コーラルの。待った、お前ラスティ、そうか、お前か。突入した傭兵を始末しろ、という話だったが。どこを動いている。なるほど。突出した個人は、もはや不要ということか。違う、これ。俺を始末しに来たか。あわよくば不穏分子も共倒れ。上の連中の考えそうなことだ。やっぱラスティは、企業に完全に属してはいなかった。お前も声を聞いているのか。戦うしかないのか。戦友、戦うしかないんだ。このルビコンの対岸で。サイは投げられた。やろうか、ラスティ。お前とは戦う運命だと思っていたよ。早すぎ。行け、ファンネル。このファンネルが役立つ時が来るか。お互いに中殺し合う。お互いに殺し合う命を受けた。やれ、ファンネル。全然俺の、とつきが当たらん。だが当てるんだよ、それが。俺の流儀だ。さあ、R1 打って。これ、オーバーヒートしないようにと思ったけど、クソオーバーヒートしてるわ。はい、お疲れ。なあ、逃げやがった。やるね、さすが。里いな。恐れてないよ。お前と戦いたくて、戦いたかったんだ。どこかで本気でやり合うその瞬間を待っていたんだなあ。お前もだろ、ラスティ。試したかったんだ、その力を。よし、リペア。初めてのリペアだ。さあ、お前はどうだ。俺が引き金を引くのは、それは何のためかわからない。これから知りに行くんだ。ラスティ、君は強かった。そして孫うことなき戦友だったよ。ありがとう、友よ。ここまでだな。さすがだな。だが終わるわけにはいかない。何？アサルターマン、逃げる気か。理由なき力ほど危ういものはない。期待反応消失、撤退したようです。そこに理由を見出すのはこれからの話か。俺はこれからこの力に意味を持たせよう。ラスティ、気づかせてくれたな、ありがとう。だが進むのみよ。コーラリアンとして、コーラリアンとしてな、この地球、この惑星を覆うコーラリアンに俺はなる。先に進まなければ、コーラルとは何なのか、このルビコンという惑星は、その真実も見えてこない。戦わなければ何もわからないままだ。ただラスティにもラスティの信念がある。そしてそれは企業とは相反している。まあラスティのこと。え？地下世界？ルビコン技研都市。技研？やはりか。探しても見つからないわけだ。地下に。企業が動き出す前に手を打つ必要がある。逃げ込んでいた。戻って休め。これを探していたのか、ハンドラー・ウォルターは。技研はルビコンのエネルギーを操っている。ヘッド、エフェメラ。エフェメラあと一つか。お？なんだ？ HMMR。不毛。不毛というわけですか。ストーリーが複雑に絡み合ってきましたね。私にははっきりと見えています。いや、コーラルの同胞たちの声が、技研の連中が、飲み込まれ消えた同胞たち、
あそこに？そのわずかな生き残りが長い時を経て再び群れを形成した。ウォルターから連絡が来ているようです。確認してみましょう、レイブン。エアーまたその別にいたコーラルってことか。通信が入っています。ウォッチポイントにいたもんね。難しいな。仕事の前に一つ昔話をしよう。ハンドラー・ウォルター。ある科学者がいた。家族を捨てコーラルの研究に没頭した男だ。お前のことだな。それかお前の友か。地にいた博士か。教訓がある。一度生まれたものはそう簡単には死なない。621、昔話は終わりだ。仕事を始めるぞ。一度生まれ落ちたらそう簡単には死なない、消えない。技研もそうか、技術もコーラルも全ての罪をかぶって火をつけた。ルビコンを燃やしたってこと？いや違う、コーラルを燃やしたってことか。ひいては命を燃やしたということになるのか。永井教授、第一助手がウォルターか。このアイビスを出せって何？アイビスの日ってことでしょ。間に合うアイビスを出せ。この理屈は通っていても許されるものではない。人間の知覚を増幅させるなど。これが多分強化人間に、その多分コーラルを使ってるってことだよね。そしてミールワームが育たない。ミールワームによって人は飢えをしのいでいた。ミールワームは食べ物か、それともコーラル。これカーラも技研の人間だった可能性があるな。 C 兵器、 C スパイダーの存在知ってましたからね。まあそれとは別に、立ち位置的にやっぱり、まあ僕最初に怪しいっていう発言をしてるんですけど、このオールマインド、傭兵をさ、派遣する、傭兵を育てる、わざわざこんなアリーナ、仮想空間を利用して傭兵を育ててね、ランク付けなんてして、傭兵を支援してる。この傭兵によってさ、我々は、また企業とはまた別の思惑で動いたりする人間が動きやすく、そしてこの世界をかき乱す。何かあってもおかしくないんだよな、オールマインド。でも全く出てこない。これか。え？ああ、無知だ。無知だわ。これでもな、これ、技研というか、あれか、PCM。惑星封鎖機構が使ってたな。無知か。性能、単純な性能を見ると、チャージしてこれって威力低くね？チャージしない方が良くない？まあ、面白そうではあるので、一応装備はしてみるか。で、ファンネルどうでした？ファンネル。一応導入してみたんだけど、ちょっと待って、エフェメラ良くない？悪くないな、エフェメラ。見た目もいいし。見た目がいいな、むしろ。なんか可愛い。一応念のためなんだけど、シンプルタンク買っときます。で、四脚も揃えとく。まあ余ってますから。豪遊。ジェネレーターよな。ジェネレーター。結構大事な気がする。シンプルにこのジェネレーター強そうに見えるけど。一回装備してみるか。なこれ。うわぁ。くせ。ちょっと待ってこれ。これ当たるかはどうか抜きにして、めちゃくちゃこれ、スタッカーにならないか。これ、溜めがめっちゃ上えな。でも威力は申し分なし。ちょっと次使ってみる。いずれにせよ次のミッション次第だ。まだ見てない。